今月21日に今シーズンの営業を終えた南魚沼市の八海山麓スキー場には巨大な平和の文字が一文字縦70メートル横40メートルという大きさです市民有志が元々色の黒い融雪剤をまくなどして昨日完成しましたなかなかいいニュースがない中平和をやっぱり願いたいという思いを込めまして 平和といいう文字を選ばさせてもらいました一方、燕市の企業では青と黄色に塗られたこちらのボトルステンレス製品を製造する燕市の企業がウクライナを支援するために昨日から販売を始めましたウクライナの国旗をイメージしてカラーリングした筒ツツピースボトル200本限定で販売され売上金をすべて 在日ウクライナカラーのボトルを身につけて、携帯していただいて、世界平和を願う,こう気持ちがこうどんどん広がっていければいいなというふうに思います。